展望室から眺める高層ビル群と富士山文京区役所は特別地方公共団体である文京区の組織が入る施設である。もともとは戦前の東京35区の一つ小石川区役所で1947年3月15日に本郷区と合併して文京区が発足した後空襲からの被害を免れた小石川区役所庁舎が 文京区役所本庁舎として利用された。その後建て替えられ1959年2月に全区役所庁舎となる文京区総合庁舎が完成し、湯島の旧本郷区役所にあった文庁舎を統合した。しかし、全区役所も1980年代に入って老朽化が目立ったため、地上28階地下3階、総工費八百十億円の新庁舎建設が工事され、 文京公会堂跡地に建設されることが発表された。そして1994年に第1期工事が竣工し、本庁舎として業務を開始した。その後1999年11月に第2期工事である文京シビックホールが完成し、完全竣工となった。構想棟、低層棟を合わせた文京シビックセンターは地上28階、地下4階。 高さ142メートル。東京23区の区役所の中では最も高い建物である。中でも高速シースルーエレベーター10機があるのが最大の特徴である。建設後20年が経過したため、バリアフリー省エネをコンセプトに2012年頃に改修工事に着手。主な内容は照明の LED 化、外壁補修、バリアフリー化、耐震定期検査。 シビックホール機器回収、防災設備回収などである25回展望室、ありがとうございます。